こんにちは。動画をご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の奥でございます。前回花龍馬さんのキーワードの中でね、自分との約束が一番難しいっていうような話をされたと思いますけども、私は思うんですけども、守れないような高い約束をね、自分に対してするから難しいと思うんですよ。守れそうな約束をすればいいと思うんですよね。例えば明日は起きるとかね、起きるでしょ。この約束守れなくないですか。守れると思うんですよ。もしくはですね、朝食だけ抜くとかね、できると思うんですよ。こういうところから始めていって、徐々に難しいものにしていけばいいと思うんですけども、いきなりね、自分との約束が難しいんだっていうぐらいの高いレベルの約束をする必要はないと思うんですよね。それこそね、3週間何も食べない、飲まず食わずだみたいな約束を自分にしても、これやる前から無理だろうと思いますよね。1週間で体重を10キロ減らすとかね、これも無理だろうと思いますよね。だからそういう守れないような約束ではなくて、例えばね、今日は売上を1万円立てますみたいな約束がもしね、できるんだったらやればいいけども、難しいとしたらですね、今日は1万円の売上立てるの難しいけども、新しい人1人とちょっとね会話をしてみようとか、昔の知り合いに1人アプローチをかけてみようぐらいだったらできると思うんですよ、ね、そういうふうにして守れそうなところから進めていけばいいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。そして2つ目のキーワードなんですけども、その自己否定ですよね。速稼塾の大前提である自己否定っていうのはどういうことかっていうと、自分ってまだまだだなって思うってことではないんですよ。これはね、ちょっと誤解してるかもしれないですね。自分はまだまだだと思い続けると、確かにね、自分のことがなかなか好きになれなくなったり、自己否定感が募ってね、これ悪い自己否定に入っちゃいます。だからね、自分否定、人格否定になっちゃうんですよ。そうではないんですよ。速稼塾の自己否定っていうのは、まだなんかできることあるんじゃないかなとか、まだやってないことあるんじゃないかなとか、まだ工夫できるんじゃないかなっていうふうに、自分の未知の能力に対して興味を持つってことなんですよ。だからね、積極的なんですよ、自己否定っていうのは。で、自己肯定っていうのは消極的なんですよ。自己肯定っていうのは、よしよくやったぞとかね、あの時はあれでよかったんだっていうふうに、これ自己肯定しちゃうともう何にも伸びないんですよ。ただ自分は良かったっていうふうに、自分で自分の傷口に、塩を塗って、あ、逆だ、傷口を舐めてるだけですよね。塩を舐めたら痛いですよねってことなんで、これで良かったんだっていうふうに考えたらね、もうベストを尽くしたんだ、不可抗力だったんだって思えば、もうそこで自分の頭脳ってのは止まるんですよ。そうじゃなくて、まだなんかあるんじゃないかなとかね、こういうこともありますよね。試験には合格した、でも、あと1点取る合格ってのはなかったのかなとかね。合格ラインが70点だとして、75点で合格したとしたら、80点ぐらい取る合格ってできなかったかなとかね、そういうふうに考えていくことによって、ちょっとの進化が見込めるってことなんですよ。だからまだ何か方法があるんじゃなかろうか、まだ何か打つ手があるんじゃなかろうかって考えることなんですよね。じゃあここでね、男女関係のことについてちょっとお話してみましょうか。テーマがいきなり変わるようですけども、ここにも自己否定を持ってこようと思います。ある女の子にね、もう女の子ってもう初々しいですよね。私なんてもうそういう感覚なくなっちゃいましたけども、10代の頃ある女の子にね、告白をしようかなと思って、こうもじもじしてるわけですよ、ね、で告白しました、振られました、どう思いますか。いや、やるだけやったんだ、もう後悔はないぞ、告白したんだからな、黙ってるよりいいやっていうふうに自己肯定に入るのか、自己否定、まずった、タイミング悪かったんじゃないかなと、もっと他に言葉の使い方なかったかな、あ、そうだ、今日までのその子との関係をもっと詰めてやらなきゃいけなかったんだなとかね、まだなんかやる手があったんじゃないかなと思った時に、お、そうだ、このパターンだったらうまくいったかもしれないな、よし、もう一回告白だとかね、他の女の子の時は別の配慮をしようっていうふうに思ったりとか、前に進むわけですよ。だから自己否定っていうのは超積極的なんですよ。だこれを多くの人が勘違いして逆に捉えてるんですよね。自己肯定がいいことで自分を慰めて、自己否定っていうのは自分がどんどんね、塞ぎ込んじゃうから良くないとかね、だから自己肯定感を高めていきましょうみたいなことがありますけども、これはカモの道ですよ。自己肯定感っていうのは、いや、よくやったねとかね、頑張ったねって言われて喜ぶのは3歳までですよ。そっからは自分が自分のために評価を下し、自分の背中を押してゴーサインを出す、これだけですよね。まあ3歳とは言わないんですけども、ちっちゃい子供にね、飴玉あげるよ、よかったよかったねって、よくできましたねっていうレベルですよ。これをね、20歳過ぎてやってるというんだから立ちが悪いです。自己肯定なんてね、もうゴミにしかなんないですね。自己肯定をするとか、まさに足を引っ張られますよね、自分の思考に。私はそういうふうに考えます。自己肯定だけで
成功した人がいるんだったらそれはそれで素晴らしいことだと思います。もちろん自己肯定だけでっていうふうに限定すると極端なんでね、柔らかく言えば自己肯定と自己否定を上手にコントロールしながらステップアップしていって自分の求める人生にたどり着けばいいんじゃないかなと思うんですよね。で、私は一応ですね、隠居という望む人生には入りました。でもここにどういう自己否定を持ってくるかってことなんですけども、いやー、これ20歳ぐらいにこれができるんじゃなかったかなとかね、思うんですよ。なんとか方法あったんじゃないかなとか。でもっと言えばね、50歳まであと2年経つまでにどんなことができるだろう、まだ私が踏み込んでない領域っていうのはどんなものがあるんだろうとかね、あとはこれからね、どんな人に学べるんだろうとかね、どんな人と運命を共にするんだろうとかね、いろんな興味があります。私はこれで完成して隠居だ、よーし OK だ、もうビジネスしなくていいぞ、お金は勝手に流れてくるぞ、で終わらないんですよ。待てなんかまだ方法あるんじゃないかなとか、まだ未来に備えることができるんじゃないかな、何か忘れてないかなっていうふうにね、好奇心を持って自分の姿360度を見ていくことにしていますね。いかがでしょうか。自己肯定、自己否定、そして自分との約束、この3つのキーワードをもう一回掘り込んでみましたけども、あなたの感想はいかがでしょうか。あなたはどういうふうにこの3つのキーワード考えてますでしょうか。よろしくお願いします。これ他の視聴者の皆さんにも問いかけております。